合体アイアンパイレーツフランキー将軍。今回のはね、このクロサイ FRU45A ってやつだね。ルフィとブルックがいるみたい。前回このねフランキーだけだったんだけど、フランキーさんスーパーフランキー、前回のなんだこれ、クロサイ FRU45B だ。今回 A で前回 B だったんだよね。じゃーん、2つ目ゲット、やったぜ。これでサイが合体するのかな。ほら今回サイ合体できっぜ、きたぜ。で、あとブラキオタンクの方を合体させるとこうなり、それを変態させるとアイアンパイレーツですよ。アイアンパイレーツフランキー将軍が完成するっていうね。そういうことで早速ね開けようかな。よっしゃ、じゃあ早速ジェネラルフランキー開けさせていただきます。よいしょ。お、そっか、これラムネだっけ。ラムネだ、ラムネは食べちゃおう。もうラムネは食べてないからね。おほほ、今回なんかボリュームがすげえぜ。シールもある。へえ、すげえ面白いな。中身はねちょっとねこんな感じになってます。ザザーンザザーン。これルフィとねブルックがちゃんといるよ、かわいい。まあ作るの簡単そうだね。じゃあちょっとこれ組み立てていきます。ちょっと待ってて。よっしゃ、じゃん、完成。見て、超かっこいいね。すっげえかっこいいぞこれ。でルフィね、目が輝いてるっていうね。でブルック、でフランキー、なんか目が かわいいよね。こっちのフランキー将軍のさ、チョッパーとウソポ目が輝いてんだよね、キラキラして、かっけーっつって。こっちまだ完成してないんだけど、ね、あと1個、あと1個なんだけどな。ホーディジョンズ当てねえだろ早く。ということでこれがね、これとこれが合体してクロサイ FRU45 になるんで、ちょっと合体させてみたいんだよね。ちょっとね合体させてみよう。こっち反対側ね、じゃん。なかなかかっこいいくない、ほら目がかっこいいよね、サイのねこの目が。ザザーン、4ってちゃんと書いてる。かわいいな。ということで合体させようかな、こいつとね、こいつと合体させて完成させます。ちょっと待ってて。よっ、じゃん、完成。めっちゃかっけえわ、見て。ザーン、黒サイですよ、黒サイ。やべえな、結構重量感がね、重量感があって、うん、重い、結構ほら結構ね重みがずっしりあってね。かっこいいねこれ。でもこれデカすぎんだろこれ。フランキー乗れ、じゃじゃん。運転できねえぞフランキー。ルフィ乗れ、じゃじゃん。ブルック乗れ、じゃじゃん。3人乗れちゃうっていうね、こうやってね、かわいい。いやでもかっこいいね、やっとクロサイ完成、クロサイ FRU45 やっと完成したわ。あとはブラキオタンクの方かな。じゃあこっちのあれだね、ブラキオタンクの方だ、これだね。このブラキオタンクの方を2つ集めて合体させて変態させるとアイアンパイレーツが完成するからね。いやもうちょいだな、頑張ろう。よっしゃ、ということで今回ね、クロサイ FRU45 完成しました。なかなかかっこいいっす、いい感じじゃん。うん、ということで今回ね、クロサイ合体でした。次回ブラキオでお会いしましょう。かっこいいね。よっしゃ、早くアイアンパイレーツ完成させて。これかなりでかいよねきっとね。うん、ほぼ原寸大っていうのがね一応書いてあるんだよ、ここに。ダン、ほらこっちのファンキー将軍が多分でかいでしょ。楽しみだね。しゃ、ということでまた次回ブラキオタンクでお会いしましょう。バイバイ、またねー。